ゲスラー・ゲスラーとゼイクト将軍、オットー・カール・ゲスラーはドイツの政治家。バイマル共和聖家の1920年、1928年に国防省を務めた。ビュルテンベルク王国ルートビヒスブルクの市民階級の家庭に生まれる。エアランゲン大学、チュービンゲン大学、ライプツヒ大学で法学を学び、1900年に博士号を取得。 ミュンヘンの商業裁判所に勤めた後、レーゲンスベルク副市長、ついでニュルンベルク市長に就任。病気のため、第一次世界大戦には従軍していない。1919年、ドイツ民主党の設立に参加。同年グスタフ・バウアー内閣に再検証として入閣。翌年のカップ一期の責任を取って辞任したグスタフの助の公認として、国防省に就任した。 国防省として国防軍統水部長であるハンスフォン・ゼークトとの接触が多かったが、ゼークトはゲスラーを素人の文民と軽んじる傾向にあった。1923年の非常事態の際は一時的に国家の全権を任された。1925年、初代大統領フリードリヒ・エーベルトが指揮をした際は公認候補に名乗りを上げたが、 グスタフ・シュトレーゼマン首相の反対にあって頓挫した。1926年、ゼークとの罷免に成功。ゲスラーの目標は超党派的、政治的中立な国防軍の確立だった。政権交代の激しいバイマル共和政下では、異例の長期在任となり、1927年に、ドイツ民主党が野党に転じた際も離党して内閣に残った。その頃から、ドイツ社会民主党に、 右翼的、資本家よりと激しく批判された。国防省の使途不明金問題や秘密軍備計画との関わりを追求され、1928年1月に辞任した。公式には健康不安による辞任とされた。1928年から1933年まで、ドイツ戦没者墓地保護国民連盟及び国家刷新同盟会長を務める。 1933年にナチスが政権を握ると、政界から引退した。第二次世界大戦中の1944年7月に、ヒトラー暗殺未遂事件が起きると強制収容所に入れられ、終戦までそこで過ごした。戦後は、ドイツ赤十字社の活動に従事し、1950年から1952年まで、その総裁を務めた。同時期、 1955年に、リンデンベルク、イム・アルゴイで亡くなるまで、バイエルン州上院議員を務めた。ありがとうございます。